黒猫ゲームズ見てね。これがエノキの葉っぱなんですよね。近所の公園でエノキ生えてるのを分かったんで、少しだけね、もらってきました。なんか実がなってるな。どうもー、黒猫チャンネルの黒猫です。これは、大紫の越冬幼虫を飼育しているケースです。カチャッと、さーっとね。この中にね、幼虫たくさんいるんですよ。最初飼ってたのは5匹だったんですけど、結構ね、大紫大きくするの難しいらしくて、ちょっと不安になったんで、さらに10頭ぐらいね、増やしてみました。これでね、頑張って成虫まで持っていきたいと思います。ちょっと濡れすぎかな。お前ら生きてるのか？ほい。ほい。ほい。わかんない。生きてんのかな？あ、動いた動いた。生きてますね。うん、全部生きてるかどうかちょっとわかんないんですけどね。今日は、大紫の幼虫を大きいケースの方に引っ越そうと思ってるんですよ。それでね、こんなもの用意しました。じゃーん。これね、エノキの葉っぱなんですよね。ちょっと近づいてみようかな。これがエノキの葉っぱなんですよね。近所の公園でエノキ生えてるのを分かったんで、少しだけね、もらってきました。なんか実がなってるな。そうなんだ、実がなってる。そしてね、今日引っ越しさせるケースはこれです。あ、でかくすぎて映んねえな。はい、これ小映えシャッターの台ですね。このケースの方に大紫の幼虫たちを移していきたいと思ってます。問題は、プラケースの中でエノキをどうやって立てるかなんですけど、こんなもの買ってきました。じゃん、フラワー吸水スポンジ。ダイソーで売ってましたね。俗に言うオアシスってやつですよ。生け花とかで結構使うんですけど、これに水を染み込ませて突き立てれば、まあしばらくは持つんじゃないかなと。で、エノキにね、大紫の幼虫が登っていくんじゃないかなと思ってます。うまいこといけばいいんですが、初めての挑戦なんで、まあ失敗してもね、許してください。それじゃあね、新しい大紫のケースの方を作っていきます。まずは吸水スポンジ開けるか。適当でいいか。この辺ちょっと切っちゃって、いきます。お、お、あ、これ吸水スポンジだな。お、あ、網の目のやつがついてる。おー、なるほど。いるような、いらないような。でもこれちょっとでかいよな。これね、半分ぐらいに切りますね。あまりにでかすぎる。よっ、カバーを取って、だいたい半分でいいかな。この辺サクッと切ります。サクッと、おっと、ほんとサクッと切れる。これいや、結構気持ちいいぞ。これ切れました。はい、真っ二つですね。そしてこのカバーも半分あれば十分だな。半分切っちゃいます。おほ、簡単に切れるや。ほっ。おりゃ。うわ、うわ。結構めんどくさいぞ。ほっ。あ、硬い。
よし。貯金。貯金。貯金と。これ、こうやって、こうやって、したらいいんじゃないか？こう、こうじゃないか？こうでいいんじゃないか？なんかいい気がする。そして、これにはめちゃうか？あ、これでいいんじゃないかな？うん。これで使います。そして、ケースを、蓋を外して、ケースを立てます。こんな感じ。さっきのスポンジに水を吸い込ませる。これ吸い込んでんのか？ああ、吸い込んでる気がする。結構、ああ、いい感じだ。うんうん。吸い込んでいってる気がしますね。おーし。こんなもんで、どうかな？いや。そして、さっきのオアシスを、ここに、ドヒンとセットしましょう。ん？なんとかなったかな？結構このスポンジ吸水力いいね。なかなかいいですね。そして、ここに取ってきたえのきを、まあうまいことバランス考えて、刺していきます。とりあえず、まずはこんな感じか。おお、気持ちいい！サクッと刺せるね。うわ。うまいことって言ったけど結構むずいな、これ。次は、これにしよう。この辺にしようか。うわ、難しい。よっと。いへぇ。変な声出した。この辺にしよう。よっ。うわ、バキバキ言ってる。大丈夫？大丈夫これ。なんか落ちてる。で、3本目。よっ。これは枝がな。枝がな。枝がお互いに邪魔してる。3本目この辺に。こんな感じで。はい。とりあえずいっか。もうちょっと刺す？これ。もうちょっと刺す？よし。こんな感じで、どうですかね。うん。まあ、いいだろう。そして、幼虫のいる葉っぱを、ここに置いていく感じ？よっ。これ、生きてんのか？よっ。多分生きてると信じて。これいっぱいついてるわ、これ。これはすごい。これ全部生きてるのかな、まあ、全滅ってことはないと思うんだけど。ひょっとしたら何匹か星になってるかもしれない。よし、これで全部移動したみたいだな。いらないと思うんですけど、まあ、余った葉っぱがあるんで、オブジェに、周りに、転がしておきましょう。これで、いいかな。一匹動いてますね。多分ね、ほっといたら木に登っていくと思うんですよ。
もう早速移動してるんじゃないか？気づいたんじゃないかな？一応もう随分ね、お腹減ってると思うんでね、えのきの方ね、葉っぱ食べると思うんですよね。まあ、動いてるんですけど、これをちょっとね、じっくり観察していきたいと思います。じゃあ、蓋閉めますよ。よっ。よっ。こんな感じで。こっから見る感じですね。横から。さっきの動いてたやつどこ行った？あそこで動いてますね。ここで、わかるかな？ここで動いてます。これがね、枝に登っていくと思うんですよね。うん。また、経過観察して報告をあげます。お疲れ様でした。今日のところはね、ここで終わりたいと思います。今日は、大紫の幼虫を大きいプラケースの方に引っ越して、えのきをセットしてみました。これからね、幼虫が色変わっていったりとかね、するはずなんで、じっくり観察していきたいと思います。それでは今日はこれでお別れです。黒猫チャンネルの黒猫でした。バイバーイ。